関羽って妖怪だと氷風4セットの効果が腐るので氷剣闘士か楽団読んで迷ってるんですけど、どっちがいいですか。はいはいはい、いい質問ですね。例えば氷風4セットって氷元素アタッカーからしたら最強です。なんでかっつったら、普通に殴ってるだけで会心率 20% 上がって氷元素ダメージ 15% 上がるんで、めちゃくちゃ強いっす。まあ恐怖4セット効果のうち2セットはさ、まあ一緒やん、氷ダメージバフ 15% じゃん。新しく2セット効果で会心率 20% 上がるようなもんですよ。ぶっ壊れてね、さらに凍結してたら会心率 40% 上がるんだよ。いや、ぶっ壊れてます、恐怖4セット。でもこの効果考えた人、なんか若干なんか頭のネジが緩んでたんかもしれん40% ぐらいいっかみたいな感じで、いや強すぎるんだけどってなってるね。あ、だからこれが氷風が強いっていうのがね、氷元素アタッカーが強い理由の若干一因でもあったりするんですけど、あ、でも氷元素ついてないと発動しないんですよね。あ、だから妖怪関羽とかやるときは相手に炎元素がついちゃってるから氷風の4セットの意味はなくなっちゃうから、妖怪関羽で使うときはやっぱり熟知で妖怪反応の補正もでかくなるので楽団4がおすすめです。まあ、楽団4が理想。関羽は氷剣闘士でも全然いいんですけど、妖怪関羽でやるんだったら楽団4が理想です。楽団4頑張ってください。アモス持ってる。じゃあアモス持って楽団4セット関羽やってみ。めちゃくちゃ強いよ。10万ダメージ出るぞ。ガチでやってみてください。ベネットとかと組み合わせてね。